2023年6月13日火曜日、しぎれもんネットラジオ火曜日しぎなラジオへということで、今夜もしぎの扉へようこそ。しぎれもんです。さあ今日は火曜日8時お送りしていきたいと思います。この後は私のオープニングチューンをおかけした後は、しぎれもん何したのコーナー、しぎれもんの最新情報などをずらりとご紹介したいと思います。そしてその後はレモンニュース&エンタメチェック。埼玉の県営プールで水着撮影会が続々と中止になっているということで、共産党が性の商品化というふうな形で抗議をして、まあネットでは物議を呼んでいるんですけども、こちらのニュース。そして生後8ヶ月の息子が乗るベビーカーに男性体当たり、パニックに被害女性怒りというこちらのニュース。そして名札はフルネームから名字だけの表記に変わる自治体とかがあるということで、 SNS 特定で、まあ、ネットにさらされるカスハラ対策というねニュース、そのようなニュースを今日はお送りしたいと思います。フシスポのコーナーはこちらも、こちらもというかこちらはレモンの千葉ロッテマリーンズ応援局ということで、マリーンズの情報をお送りしたいと思います。トレンドレモンですけども、久々ですねカップ麺ランキングということでお送りしたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。それでは今日のオープニングチューンです。しげもんで恋のヒットチャート68、ライブイン大阪。この番組はしげ音楽レーベルの提供でお送りいたします。恋のヒットチャート68。このコーナー最新のしぎれもんニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。ネットの配信予定行ってみたいと思います。朝9時本日のしぎれモーニングカフェ、今日は、忘れられない男ということで、私のまあ歌謡曲な、
ナンバーということでね、結構癖になるようなね感じのナンバーでございます。朝9時、シゲレモン公式の方で配信しております。正午シネコニャンズアワーということで、今日はシネコニャンズの風景グーに服をほげ、3人並び食いフューチャリング遠くに歌まろというね感じの、ね、4人種でございますけど、グーニーがねまた2回目の発作がさね今日午前中ちょっとなりましてですね、で、まあ、どうしようかなと、伊集院さん連れてた方がいいかななんて感じで思っていたら、今さっき収録前にむくっと立ち上がったんで、ただ今回は連れて行った方がいいかなという今のね感じで、まあ夕方ぐらいに、ね、夕方の部がそのいつも行ってるね獣医さん開くんで、ちょっと行った方がいいかなという感じになっていますけどね。まあなんとか、うん、グーには体力あるんで、うん、まあ、大丈夫だとは思うんだけども、ちょっとね心配ではあります。正午シネコニャンズ公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後はシネコニャンズデジタルハウスにて、配信となります。6時レモンチューブステーション、今日の最新楽曲のご紹介ということで、ポストマローンモーニングということで、ポストマロン武士前回のねナンバーでございます。6時半レモンジュリーステーションということで、今日は、レモンジュリーニュース1830でもう言わずもがなですね、今日は2時間特番沢田研に華麗なる世界の、放送ということで、そちらの、ね、ニュースとなっております。この後、先ほど6時半シレモンニュース沢田研二チャンネルレモンジュリーステーションにて配信しております。7時本日のシギレモンニュースということで、今日は私の楽曲、フラワーモンキーツアーのね配信告知となります。8時からこのラジオ、現在シギレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了はシギテレビジョンにて配信、シギレモン公式では概要も同時に配信しております。10時から1年前のシギレモンコンテンツを再配信、プレイバックシギレモン、1年前のシギレモンニュースをファンサイト演奏室、1年前の小雪シギなラジオでのプレイバックはシギテレビジョンにて、この後10時プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシギレモンシジュールということで、先ほど言ったようにね、朝ごはん食べた後にねグーに発作が始まってですね、全く前金曜日と同じような展開でね、まあ金曜日は2時間ぐらいで治ったんですけど、結局昼過ぎても治らず、やばいかなって、これは獣医さん連れて行かないといけないかなって感じで、まあねいつも行ってる獣医さん遠いんでね、結構負担をかけてしまうんで、こういう時はね迷うんですよね。まあもう無理だと思ったらすぐバーンと連れて行きますけども、まあ、前回みたいに治ってくれる可能性もありますので、うん、でもうグーニーもおじいちゃんなんで、やっぱり結構ね遠い距離をこう車で連れていくとなるとね、結構負担もかけるんで、なかなかねこう迷うところなんですけども、今日はそんな感じで朝から、まあ、グーニーちょっと心配しながらもね、ニャンズのご飯大量購入の日ということで火曜日ね行ってきて、もう今日はね早々とその獣医さん行くかもしれませんので、早々に帰ってきてですね、もう1時もぐらいに前にはもう、ジュリーの音声収録完成してですね、配信、しましてですね、6時半の予約で、まあ、このラジオももう早々に撮ってしまってですね、配信という形で、昼のもう2時過ぎぐらいには全部終了している感じという、1日でございました。夜が深く下る前に
地元に送りしたのはシゲモンでカウンターブルースライブイン新宿でした。シゲモン何さでした。シゲモンニュース&エンタメチェックのコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメの独自の視点であやこや言うコーナーでございます。昨日6月12日月曜日のお昼1時から本日6月13日火曜日お昼1時までのニュースとなります。こちら6月12日ザックザックバイ夕刊富士より埼玉の県営プールで水着撮影会が続々中止、グラビアモデルら悲鳴、共産党性の商品化と抗議、県担当者過激ポーズさせないでという、なんかすごいいろんなねエッセンスが入ったタイトルなんですけども、埼玉県の県営公園のプールで予定されていたグラビアアイドルらの水着撮影会が突如中止に追い込まれる事態が相次いでいるということで、共産党県議団が性の商品化などと抗議した例もあったということなんですけども、仕事を奪われるグラビアモデルからは悲鳴が上がっているということなんですけどもね。まあ今非常にこういう問題というのは難しいところがあって、まあ基本的には表現の自由ということで、まあいろんなそういうものっていうのは守られているはずなんだけども、このような形で抗議をするとですね、どうしてもその主催者側がですね、まあその抗議を恐れて、まあ、中止にしてしまうという、まあ展開が、まあ、多々見られるということで、特に今回もねこういう、まあ、特にその10代の、まあ、グラビアアイドルとかもいるから、なかなかそういうふうな感じで抗議をされるとですね、もうちょっともうこの辺でやめとこうかという形になってしまうんでしょうね。ただ法律には表現の自由というものがありますから、こういうその水着の撮影会がダメというんであれば、例えば少年誌のグラビアとかもあれ全部ダメになりますしね、その他過激な、グラビアの写真集とかも全部ダメ、まあ変な話サンバのなんか踊ったりするあんなコスチュームも、まあ言ったらね性のそういうね商品化みたいに当たるっちゃ当たるわけですから、みんなそういうものをカメラで撮ろうとしているじゃないですか。だからやっぱりもしこれがダメというんであれば、そもそも法律的にダメというような形で規定しないといけないわけであって、なんかこのイベントだけをこうなんかターゲットにして、そのなんていうのか抗議してこうなんていうのかな、こう中止に追い込ませるというのもなんかね僕的にはパフォーマンスにしか見えないというか、私たちはね、まあそのフェミニストとかそういう、まあこの共産党とかね、団体が我々はこのような形でやっているんだよというなんかパフォーマンスを見せているような感じにしか見えないというか、やっぱりもしそれがね、性の商品化に当たるというんであれば、そもそものやっぱりこのグラビアとかを廃止していかないと、法律的に廃止していかないといけないわけであって、なんか力の、この注ぎ具合がそこじゃないんじゃないのと僕は思ってしまうんですね。性犯罪というのは許されないことだと思うんだけど、公にこのような撮影会とかこういうものっていうのは結構やっぱり厳しいルールがあって、みんなが見てるものですから、逆に僕はねなんか安全だったりすると思うんですよ。むしろみんなが見えていないところにすごくこうね、犯罪的な要素があるということだと思うんですよ。だから、まあ、そのフェミニストの方とか共産党の方々はですね、そういうところを人が見ないところをチェックしていって、こうね指摘して批判しないといけないと僕は思うんだけど、なんかやっぱりこうみんなが見ているどうでもいいところをなんかこう批判して攻撃して、なんかねやっぱりパフォーマンスにしか見えないんですよね。あとやっぱり例えばタバコのポイ捨てって、まあ僕めちゃくちゃ嫌いですけど、
まあ、厳罰化じゃないですね。 何かその法的に処罰されるということは、まあ、なんか罰金程度に地方によってはあるというぐらいの話じゃないですか。でなぜかっつったら、タバコのポイ捨てを厳罰化してしまうと、他の言ったら、まあ、言ったら罪というものがもっともっと厳罰化していく、もしくはタバコのポイ捨てと同じようなレベルになってしまって、なんか事の重要さがわからないというか、重罪さがわからないというか、だから今回のこれもそうで、まあ、はっきり言って別にどうだっていいことじゃないですか、その写真の撮影会なんて。もっとあの苦しんで悲しんでいるその性の、その女性たちがいると思うんですよ。性犯罪に巻き込まれているというような、だからなんかね、力の注ぎ具合が間違っていると僕は思うんですけどね。とりあえず話変わってグーにあの発作が止まりましてですね、今すやっと寝ております、一安心という、不幸は優しくてね、そういう時に必ずこうグーにがしんどそうにしている時にこう、そばにこう行ってあげるというようなね、うちのニャンズでございますけども、次のニュース行ってみたいと思います。こちら6月13日テレ朝ニュースより、生後8ヶ月の息子が乗るベビーカーに男性体当たりパニックに被害女性怒りということで、こちらの女性は結構モデルかなんかの方で、まあ、顔出しされているんですよね、そのニュースの、まあ、インタビューというか形で。でその動画も撮っていたみたいな感じなんですけども、まあ、その動画も見たんですけども、まあ、そのお互いがそのなんかこうね、まあやり取りというか怒りのやり取りをしていて、男の方はまあ感情的になって、そのベビーカーを掴んで、じゃあ交番行こうみたいな感じになっているという。で仲裁に入った他の男性がですね、いやそのどういうねあれか分かんないけども、その赤ちゃんはみたいな感じのことを言って、ようやくそこでその男はそのベビーカーをまあ手を離してですね、そのまま警察署に連れて行かれたということなんだけども、ただこのなんていうの、ベビーカーを、まあ、体当たりしたやり取りというのがわからないので、この動画だけではちょっとわからないかなという、うん、感じなんですよね。でまあどう考えても、まあその男性の方に、まあ、責任はあるのかなと思うんですけども、なかなかこういう問題っていうのはなんかやっぱりその片方だけのそのなんていうのかな、証言、まあどんな事件もそうなんだけど、やっぱり両方の事件、証言をどんだけなんかその印象が悪くてもね、まあこの動画を見る限りはその男の方が印象はもうめちゃくちゃ悪いんだけども、ベビーカー掴んでますし、ただその感情的になっている部分もありますから、やっぱりこういうものっていうのはあのやっぱり両方の証言を聞いて、まあ、ある種平等に聞いてからジャッジをした方がいいのかなと。でないとなんか、まあ、SNS とかの怖いところはなんかその言ったら片方だけの、まあ、こういうものを見てですね、男が悪いという感じになりがちな炎上でね、うん、ただ結構 SNS の面白いところは後になって、いやいやとちょっと待てよという、必ずその反対から見る人も いますから、そういうところはテレビと違うところなんでね、まあ、ある種まだテレビよりはマシだと思うんですけどね、そういうまあ平等なジャッジをしないといけないのかなと思いましたけども。シスポー、ここからスポーツの話題をお送りしたいと思います。レモの千葉ロッテマリーンズ応援曲ということで、これが配信してる時は交流戦、今日は中日ドラゴンズとのね、まあ試合だと思うんですけども、まあ、それには間に合わないんで、ファームの試合、今日、まあ、平沢大河がね残念ながら2軍に落ちてしまったんですけども、平沢大河がなんと2試合連続のホームランということでね、今日もすごいシャープなバッティングから見事ねホームラン打ってましたよね。ちょうどこれ収録してる時にいつもファーム戦をね前のモニターで見ながら収録してるんで、おっっていう感じの、ホームランでございましたけどね。また本当に、まあ、吉井さんのすごいこうね、期待も高いのでまた上がってほしいですよね。CM不思議レモンファンクラブ演奏のお知らせです。不思議レモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そして不思議レモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、不思議レモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくは不思議音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果樹物、ポスター写真にプライベート写真配信中、月額1100円。不
シギ音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービスシギファイン。月額1100円でシギ音楽レーベル全アーティストのシングルアルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくはシギ音楽レーベルサイトまで。シギレモンライブスペース電脳節レモショー、月額1100円でシギレモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくはシギ音楽レーベルサイトまで。シギテレビジョン、シギ音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題。月額1100円、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン、不思議テレビジョン。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。シネモンニュースフラー、最後に一件だけ。名札はフルネームから名字だけの表記にという6月13日の読売新聞オンラインからの記事なんですけども、まあ、自治体の職員とかがですね、まあ、こう名札つけるじゃないですか。あれが、まあ、フルネームから名字に変更するという動きが出ているということなんだけども、これはなぜかというと SNS の普及でですね、まあ、名札から個人情報が検索されたり、まあ、言ったらそういう、まあ、今言うカスハラということなんで、カスタマーハラスメント、まあ、言ったら、客がね、まあ、モンスターペアレントなんてよくね、あれは何なんですかね、あの親なんですかね、よくわかりませんけど、まあ、そのようなクレーマーみたいな感じの対策ということなんですけどもね、うん、タリーズの店員に関しては名札イニシャルのみになっているという感じでね。でもイニシャルはおしゃれかなという、この名札の写真があるんですけどもね、まあまあ何かとね、この SNS の功と罪があるね、まあ今の世の中でございますけどもね、この辺にもその余波が波及しているということなんですけどもね。レモンニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの、流行りもの好きの私、不思議レモンが最新のトレンドについてあやこやるトレンドレモンのコーナーでございます。今日はカップ麺ランキング、カップラーメンランキングということで、みんなのランキングというサイトからですね、ベスト10をお送りしたいと思います。それではまず10位から4位までをずらりとご紹介したいと思います。第10位、日清食品、日清焼きそば UFO。 9位がおやつカンパニー豚麺豚骨味。8位がセブンプレミアムゴールドすみれ札幌濃厚味噌。7位がエースコックわかめラーメンごま醤油。6位が蒙古タンメン中本辛うまみ増し。5位が日清食品カップヌードルチリトマトヌードル。そして4位が日清食品カップヌードルカレーとなっております。いきなり UFO が10位に出てたんで、これはカップラーメンに、まあ、カップ焼きそばの分類なんじゃないのなんて思ったりしましたけども、ベスト3はエンディングに。振り続く
シゲレモンでウェイトパスマンでした。トレンドレモンの続きです。今日はカップラーメン人気ランキングということでお送りしておりますが、何回考えてもさっきの10位の UFO は違うようなあれはカップラーメンではないんじゃないですかねと思うんですけどもね、まあさっきの10位から4位を振り返って、あのチリトマトヌードルに関してはやっぱり人気ありますよね。どのランキングでも絶対上位。食べたことありますけど結構美味しかった記憶はあるんですけども、なんかそんなに毎回食べたいなという感じにはしないんですけども、ベスト3第3位日清食品カップヌードルシーフードヌードルということでね、2位、日清食品日清のどん兵衛きつねうどん、1位、日清食品カップヌードルノーマルね、スタンダードなやつでございますけども、結局スタンダードなやつが一番美味しいというね、このランキングになりますよね。1位どん兵衛、1位が、カップヌードル、2位がどん兵衛ということでね。そんな中このシーフードヌードルはね、スタンダードだったらスタンダードのようでスタンダードじゃないんだけども、まあ本当に美味しいですよね。これはなんかたまに食べたくなるなっていう、なんか、安定な味というか、なんかあのマックでいうところのなんかあの照り焼きみたいな感じでね、そんな部類だと思うんですけども、ということで今日のトレンドレモンはカップラーメン人気ランキングベスト10をお送りしました。トレンドレモンでした。お送りしました不思議レモンネットラジオ、こよいしげなラジオで明日水曜日です。同じく8時にお会いしましょう。不思議レモンでした。全ては優しい。